はい、伊賀です。今回は交通安全ね、啓発ということでラウンドアバウトについてお話をしていきます。後ほどね、ラウンドアバウトの危険なケースということで実際に起こったことをね、見ていただきますけど、その前にラウンドアバウトって何かっていうね、まずその簡単な説明だけして動画を見ていただきます。ラウンドアバウトね、通常のこう十字の交差点にこう丸くね、回りながら交差点を行くと。で、例えば今まで右折しようとしたら普通にこう右折します。左折しようと思ったら左折します。ね。こういうふうに走行だったんですけど、ラウンドアバウトで輪っかのね、回る道路になっております。これを例えば、右折する場合は、こう逆走になりますね。必ずこう左に入って、時計回りに回って、ここでウインカーを出して出ていくと。左に出ていくと。回って出ていくということになります。直進する場合も、ここにね、何もないやつもあるので、伊賀市のところはちょっと真ん中にね、ありますので、こう回りながらインカー出して出ていくと。で、左折の時はこう、出ていくと。ね、入って、ウインカー出して出ていくと。これ注意していただきたいのが、必ずウインカーを出して入るんではなくて、入る時はウインカー出さずに入ってください。で、出る時に直前になると思います。ちっちゃいからね。ウインカーを出して出ていくということになりますのでご注意ください。ではね、これを踏まえて、この映像、今から見ていただく映像がどうだったのかっていうのをね、もしよかったらコメントいただければと思います。では、ラウンドアバウトのね、危険な映像、どうぞ。だってさすがにちょっと遅れてるっていう感じじゃないよ。12時。何やろ、なんかあった。まあ昨日行ったからいいけどね。トルタロッソが食いてーってことはないけどさ。はい、どうでしょうか、いかがでしたでしょうか。危なかったでしょ。で、あれはね、ちゃんとあの車は、おそらくそういう行動をするんじゃないかなっていうことで、ある程度予測してたんやけども、直前にならないと分かんないので、いつでもブレーキ踏めるような状態でいたので、で、入ってきた瞬間にブレーキを踏んで、ちょっと減速してね、ちょっとこう減速して、そのまま行きました。はい。なので、市役所からね、市役所から来て、ラウンドバウト入って、ずっと行って、北側ね。で、ここでウインカーを出して、行きました。はい。いうことでね。ところが、ここから、西側から来る車がすごく、どうだろう、40キロ以上であるかなわかんないけど、来たのでね。じゃあ、案の定入ってきたので、ブレーキを踏んだということになりますので、はい。こういう危険なことがあります。もし予測してなくて、そのままスピードを緩めてなかったら、おそらく接触してたと思います。はい。で、要は事故をね、したくないので、ね、特にも何もならない。損ばっかり、ね、なりますので、事故を起こさないっていう運転が一番大事。で、優先権はあるから行くんじゃなくて、優先権があるからこそ、それを無視する車があるということを想定して運転をしますので、今回は事故に至りませんでした。なので皆さんもね、こういうことがあるので、ラウンドアバウトの時にはそういう車があるかもということで、十分注意をしてね、走行していただいて、ラウンドアバウト大体20キロぐらいで私も走行するのかな。それで何キロっていうのは決まっているのかどうか知らないんですけども、いつでも止まれるように、徐行に近いのかな、徐行かどうかわかんないですけどね、いうことでしてます。はい。なので、皆さんもね、通過する機会があったときはご注意ください。じゃあね、ラウンドアバウトのね、実際の走行とか入り方とかについて、もう一度かな、ちょっとお話をしときましょう。まず、ラウンドアバウトっていうのは、サークル状のね、道路があります。そこもちっちゃいですけどね、これいるのっていうようなところあるけど、それはもう置いときますね。まずは、ラウンドアバウトに進入する場合は、時計回りに左に入っていきます。ね。時計回りだから左に入っていきます。で、入るときにはウインカーが不要です。ウインカーは絶対つけないでください。なぜかっていうと、例えば直進する場合、ラウンドアバウトに入りました。回って出ていきます。ところが、左方向から車が来た場合、ウインカーを出して入ってしまうと、この車はこの車に対して、あ、なんだ、左折していくんだと思います。それはもう普通に思います。そうすると、左折せずにまっすぐ行くのに、この車が入ってきて、ここで事故が起きますので、ね。必ず入るときはウインカー出さない。ね。で、ウインカー出すのは、入って、出る前なんで、ほんと直前になると思うんです。よくね、交差点曲がる前にはウインカーを事前に出して、曲がっていきなさいっていうのがあるんだけど、それは絶対しないこと。例えばね、右折しようとしたときでラウンドアバウト入りました。ね。で、この辺り、ここを回っていく、この辺りでウインカーを出して、ここ出ようとしたら、もうここからウインカーが出てるから、今度逆に北側から来る車が、あ、曲がっていくんだと思って入ってくる。だからここでぶつかってしまうということがあるので、だから小さいラウンドアバウトなんから、もうほんと出る直前ね。で、もし、車が来てないということであれば、逆にちょっと、この北側とかね、西側とか、東側とか南側ね、通過するぐらいから出してもいいのかなとは思いますけどね。なんせこう紛らわしいことにならないようなウインカーの出し方をして、出ていくということがいいかと思います。そんなにスピードをね出さなければ、その次曲がる3つ目出るとしたら、2つ目のね、入り口通過するときに同時ぐらいに出してあげると、じゃあまあその出るところにいた車が入っていけるっていうのがあるので、はい、そういう形でね走行していただければと思いますね。必ずラウンドアバウトにいる車っていうのは優先がありますから、もし入るときにはその車が通ってたら、できるだけねその車を譲ってあげて、でその後余裕がある時に入っていただくというのを心がけていただいたらと思います。はい、ということでね、ざっくりこうラウンドアバウトでそういう危険なことが最近ありましたということと、ラウンドアバウトってどう通ったらいいのかなということでねお話をさせていただきましたので、もし参考になればと思います。はい、ということでね、安全運転について、まあ、何かね身近に感じたこと、身近に取れた内容をその批判するではなく、こう交通安全にねつなげられるようなお話をねこれからもしていきたいなと思いますので、もしそういうね交通安全に興味のある方はぜひチャンネル登録とかねコメントいただいてディスカッションさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで以上です。ありがとうございました。はい、どうでした？ね、ラウンドアバウトで、ね、軽トラはもう、大体もしかしたらっていうのが的中する典型的な例で、なんかね、大体わかるのよ。で、わかるんやけど、外れた時はそれで良かったっていうことで、当たっても良かった。車が当たるんじゃないよ。予測が当たった場合は良かった。予測が外れても良かったっていうことね。予測せずに行った時に、あ、当たってしもた、当てられたっていうことでダメじゃんっていうことにならないので、予測してね的中しなくても的中しても OK ね、予測すれば2つ、予測しなければ最悪が1個あるかもなので、ね、皆さんもねああいう特殊な交差点とかね通行するときはぜひ注意をしてくださいね。